な期待を背にマウンドへ上がった伊野。パリーグトップのチーム打率と本塁打数を誇る強力ソフトバンク打線を3回までノーヒットに封じます。しかし4回同点とされるとなおも2アウト満塁のピンチ。ここはフォークで空振り三振、勝ち越しは許しません。 DeNA が2点リードし迎えた7回、伊野はピンチを招きますが最下位に低迷するチームで勝ち星を積み重ねてきた右腕は7回途中を3失点にしのぎ8勝目の権利を持ってマウンドを後に託します。ところが8回、3番手捜査がランナー1人を置いてソフトバンクは代打吉村、リードを守り抜き伊野の8勝目へつなげられるか。打球は無情にもレフトスタンドへ同点ツーラン。踏ん張ってきた伊野の勝利投手の権利がここでついえます。そして試合は連夜の延長戦へ。伊野へ勝ち星をつけることができなかった DeNA は11回、プロ2年目の白崎がサヨナラタイムリー、 DeNA が4時間44分にわたる激闘を制しました。